どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを崩すケースとしてスロット&サンクチュアリ続きをやっていきたいと思います。で、まあなんかなんだっけ、幻のドーム、なんか教会みたいなところに行って、で、まあまた実績がね、ここに来て実績が解除されるんだよな。読み込んだ時に解除されてるんですよね。まあいいや、教会の、まあ、あ、くそ、第三の執事という、まあ、キメラみたいなやつと戦ってるわけでございますが、別に特に強化とかせずに勝てそうだから勝っちゃいたいんだよな、この状態でね。なんか10個以上だと出づらいとかあるのかな。10個が最大所持数かな。電撃の攻撃を避けるタイミングですね。あれをなるべく引きつけて打たないといけないという。あれ？倒れなかったか？なんか最近やったらこの何々の灰っていうのが多いですね。後で見てみよう。どうせもうこれで回復できる量、本当にビビたるものになってしまったんで、これはもう超こういう時の調整用に使いましょう。で、なんかまた、たまにカクカクってなんだよな。キャッシュ的な何かが溜まってんのかな。やべ。おっ、よし。動きも本当にメトロイドのボスっぽい動きするんだよな、この交代してる時とか特に。あー、それ初めて見たかも。後ろに、そう、そればっかやってたじゃん、最近接攻撃って。やっぱそうでもないんだな。ここ！くっそ！ここ！向こう側に行きたいんだが、ダメか。ソルトだけ回収はできたが、単純に遠いから面倒くさいというのがあるな、あいつは。あー、くそ、もう。なんかうまいこといかんかな。別に攻撃力不足ではないと思うんだよな。もうこいつも、こいつとか大攻撃で一発ですからね。そんなやつじゃないでしょ、多分本来は。倒し損ねがいたか。あー、ちょっと待ってくださいね。どなたか書き込んだのは見えてるんですが。
安全ではない今。ああどうも。M1 は見ますけど、私はあの賞レースは基本的にはあの録画して後でその人たちの漫才以外の部分は全部飛ばしてみるんで、すぐには見ないですね。こいつ1回3回で切れたんだけど、あの時何だったんだろうな。どうするべかな。誰が出るかも見てないです。あとすいません、ちょっとゲームをやるときはゲームに集中したいんで、そういう返事はできるときとできないときがあります。で基本的にはちょっとこのゲームは特にできないですね。でこいつに勝ちたいんで。ほらここ、あーくそ、うん、間違ってない、一発しか食らうのはまずい、ここだ。そればっか打つなら打ってくれ、練習したい。別に HP が減る前からこれ打ってくるってことは、これは普通の行動の中に入ってるんだよな。うわーくそー、いや火力不足じゃないだろ、こいつのために火力上げたらそもそもの道中が楽になりすぎる気がするんだよな。でもそういうゲームなんかな。まだその洞窟の方にも戻ってないので、ってことは洞窟の方も相当楽になってる可能性がありますからね。この武器変えてから戻ってないから。あと1体ぐらいいる。オッケー。大体4体いるんだよな、この辺は。強攻撃なら3発か。強攻撃が入ってたんかな、あの時。ろうそくの数もなんか強さかと思ったけど、あんま関係ないのかな。ここだ、間違ってない。ここ、うーん、なんか違うのかな。こう、いや、やっぱ引き付けてないと当たっちゃうってことだよな。飲んどこう。それあんまり見てないからわかんないんだよな。ここ、うーん、この狭いところでのそれは怖いな。ここはちょっと戻る、あっち側に行かさせてくんない。ここ一瞬待ったのが良くない。ここだ、2発は叩き込める。またでも追い詰められてしまった。後ろ下がるだろう、うん、うわ、それ初めて見た。ここ、いや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 、
あれなんか2パターンぐらい増えたな、半分減った時に。しかも両方ブレス攻撃っていうか電撃ネスだったな。あのなんか洞窟にいた魔女みたいなのが撃ってくるエネルギー波みたいなやつだったな。あれ倒せないの。クレイモアを拾った時もこれぬるくなりすぎじゃないってなったんだけど、なんだかんだ言って最終的に一体火力不足にはなりましたし、で今も別に火力不足は覚えてはいないんですが、ただあいつに対してはもしかしてもうちょっと危ねえ、もうちょっと火力があった方がいいのかなって思ったりするから、雑魚に対してぬるすぎじゃねってぐらいの火力でやること前提のバランスなのかな。これ一応回復 HP 回復する指輪つけてるから若干回復してるんだよな。回復してんな、本当に若干なんだな。まあしないよりよっぽどマシですけど。あんまり回復しないとはいえ、あれでもすごい回復してるな。割とあれか、あ、回復量が増えるやつもそういえばつけたか、それの効果か。じゃあ別にあれでもいいか、なくなったら。そうじゃないんだよな、回復量が少ないからじゃなくて単純にこの一撃が重いんだよな。うわ広いね。ただこいつはね、久々にね、この何ちゃんと怪物と戦ってる感があるボスだからね、戦ってて楽しいからこれで倒したいんだよな。ソウルライクってこういうのが俺好きなんですよっていうのだから、こいつはところで毒ってんな。大丈夫か、大丈夫そうだな。お、落ち落とせる。たまたまか、たまたまダウンを取れるダメージ量があっただけ。ちょっと怖いな、喉こ、喉ってよかった。パターン変わった。その何、その置いとくっていう格ゲーみたいなやり方なんかまた出しちゃったし、くそ。引いて引いて飲んで引かして、その奥やつ怖いね。ここがくそー、あれを置いてさ、あれを置いて殴りかかってくるっていうめっちゃ